主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌各国の交通誌日本の交通誌街道、千住宿、葛飾北斎、富岳十六景部州千住地理院地図 Google ググマップ、千住宿、千住宿の位置千住宿は、日光街道及び欧州街道の日本橋から一番目の宿場町で、江戸四宿の一つである。千住宿は、武蔵国足立郡。 豊島郡の荒川極流部で、海抜2メートル前後の中石定地上、荒川に架けられた、千住大橋沿い、隅田川両岸に設置され、南北に伸びる欧州街道、日光街道に沿って形成された、宿場町である。日光街道及び、欧州街道の仕上げで、水戸街道はここから分岐していた。現在の東京都足立区千住一丁目の五丁目、千住中町、千住橋、 と町荒川区南千住に相当する。文禄3年隅田川に、千住大橋が架けられ、五街道の整備が進められると、慶長2年に、欧州街道、日光街道の宿駅に指定された。千住は、欧州街道、日光街道と荒川が、千住大橋にて交差し、荒川、隅田川、綾瀬川が付近で合流しておりうにゆう、交通の便に、 有効な場所であったことから、隅田川で戦場橋沿いに橋戸菓子が置かれていた。戦場河原町に設置されていた、戦住青物市場は雇用市場となった。 千住は江戸に物資を運び込むための中継地点としても発展した。千住塾は丘場所としても発展した。また、千住塾近隣には行楽地が出現し浮世絵や絵画に描かれている。そして、千獣塾の南の町小塚原町には江戸北の形状として、 小塚っぱら形状が置かれている。東海道の品川塾、中仙道の板橋塾、甲州街道の内藤新宿と並んで江戸四宿と呼ばれていたが、明治4年に、スケゴ制度、天馬制廃止に伴い廃止された。葛飾北斎、富岳十六系隅田川関屋の里源な二年。石出家門助の神殿開発によって築かれた。 家紋包みの上を走っている様子が描かれている。千住の地名の由来は、数節ある。一つに、荒井兵部正勝が回帰となり、勝ち戦車戦が商人を解散として、文王元年早々された勝ち戦時の自伝によれば、火薬二年に、荒井図書正治が、荒川で網で、千術観の音像を拾い、この地を千術と呼んだことに由来するという。この像は息子でありこの寺の回帰でもある。 新井兵部正勝によって同時に渡るすされたとしている。また、足利義政の愛称千住の出生地であったからという説や、その立場氏が住んでいた地域であったからという説がある。荒川北岸部の足立郡千住村は、古くから水上交通の要所とされていた。室町時代、幕府方、山内、大木谷上杉方、鎌倉久保が、 争い戦国時代の遠因の一つとなった、京都区の乱で、下佐千葉市により下佐国を追われた、武蔵千葉市は、武蔵石浜城から拠点を移し、この地を支配していたという。戦住の近隣にある中曽根神社は、当時千葉地種が、淵江号入りした時に築かれた淵江城であったとも、言われている。足立郡から、豊島郡まで伸びる戦住塾が確認できる。 第二本宴会予知全図より、五街道の整備と、千住大橋の架橋、五街道、千住大橋の歴史、及び宿場も、三省五街道の整備に伴い、千住塾は、日光、欧州街道の仕上げに指定された。天正十八年を小田原征伐後、徳川栄康が関東違法となり江戸城に入城した。五街道の整備が進められた。文年荒川に、 戦場橋が架けられると、この地域は急速に発展した。江戸幕府は江戸城を中心とした関八州へ入る、諸街道の私には戦場橋などを除いて、佳境を許されなかった。千場塾の開発は、交通量の増大により、宿場町とともに、町域の拡大が進められた。 荒川に、千住大橋が架けられ、千住の地は、江戸から二里、欧州、水戸領海道の江戸への出入り口の関門として、急速に発達した。千住塾の指定千住塾は、元の千住町が、千住一から五丁目に分けられて、元塾とされ、はじめに追加された、千住家門宿、千住河原町、千住橋戸町三町は新塾。 そして最後に追加された荒川対岸にあった中村町、小塚っ原町の2町は南宿と呼ばれた。慶長2年には人罰規律の地に指定され千住町とされた。その後、官営2年に五街道の整備によって日光、欧州領大街道の市屋けに指定され、自治免除の代わりに天馬薬、歩行薬を負担することとなった。交通量増大により、 千住塾はその後も町域が広がり、千住急降録によると、石出家門助の神殿開発によって、源那二年に賀門みが築かれ、万治元年に隣接する家門宿、河原町、橋戸町が開発された。その二年後には、荒川台岸の豊島郡側の万治三年に、千住大橋南側の小塚原町、中村町が、宿場に加えられた。葛飾北斎。 福学十六系住千住家街長房の富士、千住塾のにぎわい千住塾は、新編武蔵フード機構にて、千住塾の規模やその商業的なにぎわいや旅行者の往来について記録されている。駅の広さ東西十四号町、南北三十五町ありいて、宿並間、数千二百五十六軒、その左右に、旅低消家圏を並べて、旅人勢ゆることなく、最もにぎやかは減り、 新編武蔵風土気候江戸市街の喉元で、欧州街道、水戸街道の支点として、日光、東北方面への旅人で賑わったという。幕末期には、家は2400軒近い。人口は、約1万人に達する江戸四宿最大級の宿場町になった。文政4年の調べによると、江戸三勤の大名は、日光街道4、欧州街道37。 水戸街道23、計64の大名が、千獣の宿を往来していた。千獣の宿場町千獣の宿場町の構成は、千獣二丁目と家門宿に残る文政六年の記録がある。職業が明らかなものだけについてみると、船や八軒、国屋、八尾屋、五分屋、百姓、角二軒、餅屋、魚屋、桶屋、紫狩り鍵屋、鍛冶屋、棒や左官、 大工、小屋,屋、藁屋、湯屋、木材屋各一軒である。その他職業がわからないもの23軒。宿屋は、岡場諸行にあるだけでも45軒と言われている。一角には、石骨井として、著名な泣倉家が診療所を構え、患者で賑わっていたという。宿場の外れには、小塚っ腹形状が設置され、漢文7年には、形状付近の土地は栄光院に与えられ、 シーンを立てた、エコインは、軽視した人の埋葬特用を行った。日光道中宿村大会長によると、天保14年千住塾には、本寺に1軒、脇本寺に1軒、旗子55軒が設けられていた。宿内の矢数は2370軒、人口は9456人であった。その他、家門宿には、一里塚、考察場、 千十一丁目に、問屋和官名改め書が設置された。元六九年には、不足する人馬を周辺の村々から集める助合成が定められた。明細改正東京新図1886年右上に、戦住が確認できる。荒川北岸に、戦住北組、中組があり、 南岸に南組があり、陸前浜街道が千住北組で欧州街道から分岐している、スケーゴ制度の廃止と陸運会社の成立明治時代になると、スケーゴ制度が廃止され、代わりに陸運会社が置かれていった。明治初期には、交通の面に関して言えば旧幕府時代の本陣問屋場や弊害の多かった徳川幕府が諸街道の宿場の保護、及び、 人足や馬の補充を目的とした、スケー号制度等の封建的な交通機構は廃止された。明治4年に政府は従来の天馬所を廃止し、各宿駅に陸運会社を設立した。町村の再編成、明治時代には、明治維新による1878年地方制度に関する大上官布告。 軍区町村編成法の施行及び1888年、市政及び町村制を経て、千住南組を、東京府北戸島軍南千住町、元宿であった、千住北組、新宿であった、千住中組は併合して、道府南足立郡千住町とし、軍役所を同庁に置いた。千住大橋を境に、再び南北に分離され、現在では、北側は、足立区、 南側は荒川区に属している。千住塾は日光街道及び欧州街道の市やけで、水戸街道はここから分岐していた。荒川、綾瀬川が付近で交差していたことから水運の中継地点として橋戸菓子が置かれていた。また、河原町には千住青物市場が設置されていた。このように内陸交通の分岐地点、水運交通の中継地点、 ドミアの集中などから、江戸に物資を運び込むための中継地点としても、発展した。千獣青物市場、ドミア、そして産物千獣青物市場は、江戸に物資を運び込むための中継地点としても、発展した。南足立群衆によると、千獣青物市場は、五葉勢天皇の天正年間に始まったという。この地は、荒川に添い石屋の里と称していたが、この時期は、 ブラックとされるものでなく人家の散在し、農家や漁夫により、農産物、川魚の交換が行われた村に過ぎなかった。しかし、欧州街道、水戸街道の交通の要所となったことにより、個数が増加したとある。江戸時代、神田、駒込、千住の三市場は、幕府の御用市場として、青物を上納していた。南足立軍子によると、 共放20年3月史上の継続書記録には、後光明天皇の将法、後祭印天皇の明暦年間にはすでに史上として営業していた。戦場橋の佳橋に伴い、農産物、川魚の中継地点となり、明暦より中三角天皇の共法の時期には、農産物、川魚などの産物が集合、出荷されており、幕末には、武蔵、和佐、下草、 日立方面の農産物も集まり繁栄した。幕府のご用品を調達していたという、千時屋物市場には、豚屋が集まった。南足立軍衆によると、江戸時代には、千住市場は、毎朝後穀、潜在物及び川魚の市を開かれていた。豚屋は、米国豚屋を中心に、玄米を扱った黒米豚屋、潜在豚屋、川魚ウ豚屋があった。 潜在問屋には、レンコンクワイトン屋、イモ類を専門とした土物問屋、ナルイ、キュウリを専門とした洋兵問屋の3種類あった。レンコンクワイトン屋、土物問屋の農産物は、千住宿周辺及び埼玉地方を中心で、洋兵問屋の産物は、中川沿岸より江戸川付近を主要産地であった。幕府御用田市の農品は、 カワウオの外、レンコンクワイイモ類などがあり、これを収めるトンヤ壮大、納品の上に御用札を建て、御用品を江戸橋の五苗屋に調達した。納品等市場にて御用品が不足するときには、神田市場などから物品を調達し納入していたという。また、幕府御用田市の納品の調達は、千住市場、または神田市場から納品する際には、 大名行列であっても、その理由を問わずとも、これを横切ることがあったという。千住塾周辺の産物には、農産物、川魚類などがあった。農産物は、千住塾周辺の農村で生産、出荷され、千住青物市場を通して出荷圏も拡大した。江戸時代に、千住塾周辺で栽培された野菜類には、西新井村、江北では、釣り、 小江門神殿では、里芋。葛飾軍、江原軍と並んで、足立軍では、株千獣ネギの名で知られる、ネギ。舎練村では、クワイ。その他、ハス、小松菜、蜜葉、京菜、キュウリ、白ウリ、枝豆、ユリ根などが、栽培出荷されたという。川魚類は、安政四年の川魚研屋仲間議定書によると、江戸丸御用は、川魚類でも葉も、 種などがあったという。また、千住、梅田、西新井の農村には、発祥地の浅草が、市街地下に伴い、上隙きを農業の副業としていた。このことは、新編武蔵風土気候の記述からも伺うことができる。農暇に、浅草市と言える神を好きで、江戸へひさげり、新編武蔵風土気候荒川、新菓川の柏の位置。 歌川広重作名所江戸百景より、千住の大橋荒川に、千住大橋が架けられ、両岸の船着き場には、高瀬船、平田船が止められ、南岸には、材木が置かれている柏、材木、そして、物資流通、橋戸菓子は、千住近隣に交差する綾瀬川、荒川に置かれた柏である。江戸時代には、河川周運が発達し、河川の岸に、 船着き場が置かれ物資の積み上げ卸しが行われた。千住では、千住大橋近隣にて、橋戸菓子が置かれ、河川修運により、物資の中継基地として、綾瀬川、荒川からの船が発着していた。荒川では、川越から江戸へ、物資の往来をしていた新河修運があった。新河修川修運は、官営15年川越上主、堀田正盛が、 東照宮再建の資材運搬のために、荷上げ場を設置したのが端緒とされ、橋戸菓子では、秩父から荒川の水運を利用して高瀬船で運ばれてきた材木を取り扱う家が並んだという。荒川の水運を利用した材木の由来とその経緯、材木問屋の発達とその活躍については、 荒川区教育委員会、千住の貸しの看板の記載から伺うことができる。両岸土政無期書物では、これら千住の材木賞が農業の合間を利用して材木を取り扱うようになったことに始まり、それが材木問屋に発達するに至った経過などが伺える。材木問屋は、千住大発した元の熊野神社門前に多く、江戸への物資集散の拠点となるに至った荒川区教育委員会、 千住の歌詞の看板材木、材木問屋は、千住周辺、特に、千住大橋と隅田川での状況は、江戸絵画でも表現されている。歌川広重の、名所江戸百景、千住の大橋でも、千住大橋のそばに、船着き場と材木が置かれている状況が描かれている。また、斎藤月心の、江戸名所杖隅田川、上流、戦術川、 戦場橋では、船着き場と材木、材木問屋が表現されていることから、戦住の柏場が物資の集積地であり、江戸市中へ物資が運ばれる、中継地点であったことが伺われる。画面手前の町並みは、小塚原町、対岸には、河原町が続く。小塚原町の橋のすぐ際には、船にの揚げ場があり、上流から来た川船から村上のものが水揚げ、されている。 対岸ではイカダをばらした材木が何本も付けられ、周囲には材木問屋らしい町屋が集中している。空き地には焚木のような材木も積み上げられている。鈴木、百138ページ。材木、材木問屋がある戦時などでは、近世中期以降材木流通の成長があった。江戸時代の材木流通は、深川が材木取引の中心となっていた。しかし、 近世中期以降成立したイカダヤドと山形荷主との直接取引により、千住などの江戸周辺市場の著しい成長が見られ、深川を中心とする江戸材木問屋の衰退が進んだという。物資ルーツは荒川、新芽川、綾瀬川を利用した河川集運が盛んであった。運搬された主な物資は川越後河岸の船積み荷物によると、 江戸より登ってくる上りにが、麻や綿及び織物や染物に関する原材料、荒物、小間物類の日常品、砂糖、酒、酢、塩魚類の食料品、肥料、塩、石などが多かった。江戸への下りにが、米、麦、雑穀の俵物、材木、胡椒油、木炭、石灰、醤油、湯などがあった。その中で材木の産地は、お梅、反応、 殴り、おごせ方面が中心であり、石灰の産地は、大梅、め、能周辺が中心であったという。明治時代になると、千住は、推理の好条件を活かし発展した。船便の良いことが、近在の孫に広く知られるようになり、また、千住青もの市場は、江戸時代から継続して行われ、昭和20年代まで青もの、川魚の朝市が、毎朝のように開かれていた。 また、1879年、関永線受精住所が、南千住川に創設された。1897年には、日本鉄道により常磐線の貨物支線に、墨田川駅が設置された。そして、1905年には、東京電灯株式会社により、千住火力発電所が置かれたマイナス -1917 年、二代目1926年から1964年。 近世、編集千住塾は江戸四宿であったことから、品川塾、板橋塾、内藤新宿に並び、宿屋には、幕府公認のいい森所が置かれ、江戸周辺の遊郭の一つとして発展した。岡場所とは、江戸時代唯一の幕府公認の遊郭である吉原に、対して、それ以外の非公認の遊郭の総称である。江戸では支障を置くことはご法度であったが、実際には、千住塾、 品川宿、板橋宿、内藤新宿といった江戸四宿には巡行人のいい森所が置かれていた。これらの岡場所のルーツとなるものに代表的なものがユナというものがいたという。江戸時代で岡場所の最盛期となるのは法歴天明年間という。江戸四宿の岡場所は明和元年に品川宿、千住宿、 板橋塾のいいも所の制限が大幅に緩和されたことが品川塾職売り増人5面1件の書き留めから確認することができる。その後、明和9年に廃駅とされていた内藤新塾が再興され、大幅のいいも所が許可された。明和元年、宿場の旗子が衰退し、旅人が減少したことを理由に、いいも所の数を1件につき2人という制限を廃止し、 品川塾には500人、板橋、千住塾には150人のいい森城を置くことを許可している。さらに、明和9年4月には、教法3連に、岡場所として繁栄したために廃益となった内藤新塾が再考され、板橋、千住塾と同様に、いい森城150人が許されている。平田秀勝、104から101ページ。千住塾の宿屋は、 岡場諸行にあるだけでも45件と言われている。これらの家族、使用人、トンヤ役などの他に、旗子1件に原則的には2人まで許された、飯売り女など多くの人が集中し、経済の中心地を形成していた。当時、シンガシュガー集運には、先導が歌った、先住説があった。先住説とは、先住塾にあった遊郭から流行ったもので、 二人の先導が愛の手を入れて、口から出任せに歌ったものであり、その中には、千磁女郎衆は、怒り勝中のり降りの船止めるという一節があった。近代以降、編集明治時代になると、岡場所は遊郭となった。1871年7月17日、千磁梅読院が開設され、宿将棋に梅読検査が行われている。 経済及び統計によれば、1883年の、千術塾の売り将棋数374人、開脚数4万3千人、1888年には、それぞれ466人、6万5千人との記録がある。いずれもニクルは四宿においては、内藤新宿、板橋塾を上回っていた。小塚っぱら形状の首切れ地蔵へと北端の形状は、 千術塾の小塚っぱら町に置かれ、また小塚っぱらには栄光院が設置され、死所の埋葬と供養が行われた。また、小塚っぱらラ形状では、江戸では、小塚っぱらラ形状と古伝馬長老屋敷で飲み、行われていなかった不明けがあったことから、杉田玄白などによるターヘルアナトミアの日本語訳の際、小塚っぱらラ形状で見学され、解体新書の観光が行われた。 慶安四年千住宿小塚原町には小塚原ッパ形状が位置づけられた。小塚原の使用場では、卓形、家形、教主が執行された。小塚原ッパ形状では不分けも行われた。江戸の形状には小塚原ッパ形状のほかに、東海道沿いにあった鈴ヶ森形状。 大和田形状があった。鈴ヶ森形状、大和田形状で不分けをした記録はなく、また町奉行による小塚っぱらと不分けについて求めることができる文書はないが、不分けが行われたのは小伝馬長老屋敷と小塚っぱら形状であったと言われている。不分けを小塚っぱらの仕置き場で行うように定めた長、奉行発給の文書は見出されていない。 しかし寺と埋葬地が揃った塩木場は、ふわけを行う場所として、最も適していたであろう。石出武氏、江戸のふわけと小津かっぱらの塩木場、千葉医学雑誌84、千葉医学会2008年。漢文9年には、下や浅草の各州派八院内にあった御三枚十九の寺が、小津かっぱらに移転し、十九世紀初頭に、 江戸の町の北の地に一大仮想埋葬センターとなった。明治初期に西欧と対等の人権基準を設ける必要に迫られた新政府が廃止したが、創設から廃止までの間に合計で20万人以上の罪人がここで刑を執行されたという。肝臓記念日へ行員は、明暦3年に1月の民歴の退化の犠牲者を葬るために幕府が建立した寺であった。 万次年間長奉行により、老子者、高旅人の埋葬を命ぜられた。漢文二年長奉行から小塚っ町の塩木場に、寺地を与えられて、別院を建立し埋葬されたものの供養した。漢方元年には高さ3メートルほどの首切れ地蔵が建てられた。文政5年、南部藩の新、相馬大作がここで処刑されて、以後、 国事犯の警視者の死体をここに埋めることになり、橋本、佐内、吉田松陰、雷美木三郎等、安政の大国で処刑された死士たちもここに埋葬されている。解体新書とは、杉田玄白、前の両宅により刊行されたヨハン・アダム・クルムスの解剖表の日本語訳である。明和八年三月四日で、小塚っ形状で行われた不があり、杉田玄 前の両宅を誘い見学を行ったことにより、西洋医学の導入のきっかけとなる解体新書の翻訳が行われた。両者は、クルムスの解剖書を持参し、小塚っら形状で行われた不分けを見学し臓器と解剖図が非常によく似ていることから、ドイツ人、ヨハン・アダム・クルムスの解剖表の乱訳本を日本語訳が行われることとなった。安永3年。 杉田玄白によって解体新書が発行された。千住塾周辺の行落地は、江戸時代中頃に誕生した江戸周辺の行落地の一つである。千住塾周辺の行落地とされたものには、西新井大師、大和神社、牛田薬師、西王寺などの寺社、関屋の里、金賀、淵、綾瀬川など、自然の美しい場所、千住大橋など、 戦住塾周辺の交通のように当たる場所であったことから多くの人々が訪れた。戦住周辺の名所は自然発生的に名所となったものというよりも人々の手によって作られ名所となっていった場所が多いことが特徴であったと言われている。戦住塾周辺の行楽地は 江戸絵画、浮世絵でも描かれている。江戸時代に成立した絵画である浮世絵や江戸絵画で、数多くの風景画が残されている。千住塾周辺の風景は、洗浄橋や隅田川を題材にしたものが多い。その他、千住塾周辺の行楽地を題材とした数々の浮世絵、絵画が確認されており、有名なものに、富岳十六景発表。 名所井戸百景、隅田川八景、江戸名所杖などがある。葛飾北斎、富岳三十六景、富岳三十六景の千住周辺の図は、武州千住、隅田川関屋の里、十千住加害長望の富士がある。武州千住では、農夫と馬の向こうには、大きな赤枠が描かれている。この赤枠は、 元宿入りに設けられた元宿関であることから、現在の足立区千住桜木一丁目と二丁目の境、帝京科学大学入口交差点付近の景色を描いたものという。墨田川関屋の里では、神馬が走る道があり、これは石出家門助の神殿開発によって、元那二年に築かれた家紋門みである。現在では、牧帝通りと呼ばれている道である。中央には、 千珠中町の氷川神社が描かれているという。現在の足立区千珠中町から千珠関屋町付近に相当する。十千珠加害町房の富士は小塚原町、中村町に相当する図という。斉藤月神、江戸名所図絵。江戸名所図絵は、江戸時代を代表する知史で、江戸名所の集大成と言われ、天保5年に3巻と天保7年の2度に分け、7巻20冊が、 刊行された。千住周辺は、第6巻、第7巻に収録されている。第6巻には、六阿弥陀巡る、紅茶町、西新井大師堂、千住川などがあり、第7巻には、新宿渡し口、関屋天満宮などが収録されている。歌川広重、名所江戸百景、歌川広重二代、江戸名所杖千住塾は、欧州街道、日光街道の仕上げであることから、 旅人が宿を取った。江戸四宿の一つであり江戸在住の文化人との交流がある地でもあった。そして、千住塾には多くの文化人の往来があった。武尊が奥の細道、松尾芭蕉、編集、松尾芭蕉の奥の細道は、元禄文化期に活躍した俳人による非公文である。松尾芭蕉の奥の細道は、元禄二年深川の芭蕉案を出発し、 門人に見送られ、彼らと戦住で別れるときに、幾春や鳥が休をのめは、涙を読み、それを、やたての始めとして、そこから、旅が始まったという。下屋の三の、対、編集下屋の三の対とは、江戸時代後期の下屋在住の酒井法一、谷文長、亀田法斎の三人を指す。人は、 多くの人たちと交流があり、千住塾周辺でも、竹別町、山崎コインとの交流があった。千住塾周辺で活躍した文化人には、江戸林派の祖である、堺法一に弟子入りした、中野その豊村越その日で、村越公園、画家、谷文町の門下には、船津文園、川内半蔵がいた。亀田宝斎も千住周辺に、ゆかりのある人物だった。 千寿市合戦千寿市合戦とは、文化十二年十月二十一日、千寿塾の飛脚ん屋の中屋六江門の六十の祝いとして模様された。現在の千寿一丁目にあった飛脚宿であり、会場を中屋とした。審査員として、下屋の三福隊である、江戸林派の祖の堺法一、江氏の谷文長、受学者、書家の亀田宝斎のほか、江氏、谷文一、 下作者の大田南保など、著名人が招かれた。酒合戦の時には、看板に、ふもと、悪客下孤立屈理用リモンと掲げられた。この酒合戦は、セリイン会であり、五福島杯、鎌倉杯、江島杯、万寿無料杯、緑、モオカメ杯、単調鶴杯などの大阪きを用いた。亀田放斎の序文によれば、参加者は104名。 左右に分かれた二人が相対するようにのみ比べが行われた一人ずつ左右から出て、逆付きを開け、記録係がこれを記録した。千住手合戦に関する記録は、タスウーアリ、かやと印図鑑、茅やと印女、亀田ダ斎、五水長期、谷文一、大田南保、八日木万筆さん、小山田智雄、酒合戦番付、千住手合戦、そして、外団分文,文収容所。 石塚十兵衛などがある。竹別町、編集竹別町は、江戸時代中高期の廃人、絵師で、千住河原町に座住した。千住塾の家門宿、河原町、橋戸町の住人を中心に構成された廃会集団、千住連を率い廃会活動を行った。夏目成美、鈴木道彦、小林久をはじめ、義兄の亀田放斎酒井法一、 大田南保との交流があった。竹別町の主要な作品には、ホタルガリズ、江戸十二ヶ月吉原、江戸十二ヶ月向島、江戸十二ヶ月浅草、盆踊り図、場所像、灰が藤参り、斎行案図などがある。小林一茶、編集、小林一茶は、江戸時代中後期の江戸時代を代表する、灰開子の一人である。先住塾在住の竹別町との交流があった。 炎天寺に小林一茶の国にゆかりあると伝えられている俳句がある。安藤昭益編集。安藤昭益は、江戸時代中期に、現在の青森県八戸平市に住み、調医者をしながら、他に類を見ない独創的な思想を生んだ、思想家と言われる。主要な著作物に、自然神鋭道があった。1899年に江戸時代の思想家、安藤昭益の著書。 自然神栄道が、か野高基地により発見された。自然神栄道はもともと、足立区千住の穀物問屋、藁屋の橋本立像が急増していたものであった。それが古書店に買い取られ、そこで、か野の,の知るところとなったという。江戸時代、江戸では、頻繁に火事が発生した。その中で、 江戸から千住塾にまで及んだ火事もあった。吉原健一郎作成の江戸災害年表によると、教法6年1月から3月の間に、江戸では比較的大きい火事が6度あったと言われている。その中で千住塾まで被害が及んだ火事は、5番目3月3日の火事で上沼三河町より出火し、強い南西風のために延焼し、下や浅草、 千住などの70兆余りに被害が及んだという。安政度地震及び安政の大地震も参照安政2年11月11日9時頃、安静度地震が起こり、関東一円に被害をもたらした。千住塾もその被害にあっており、地震による消失面積は千住周辺の箕輪辺では19,215平方メートルに及んでいたという。 千住宿の安政江戸地震の被害は、成田山新勝寺の江戸外町所要留にて、家屋の全開あるいは半壊があったことが記録されている。十一日千住宿が千住世話人勝尾お節や、下川小左衛門右の者まかり向か、腰千霊の通り本尊様恩宿申しで、外日本人の犠牲まで、下川八郎兵法に、愛金光徳とも、去年中地震に、地を呼び、 大破口に付この土砂千住一丁目安谷町江門法に、しかも本人いたす港をもむきも押しで、右道寺世話人連名所持参左の通、成田三新商寺、江戸外町所要流また、佐野家文書にも、千住塾周辺の被害の大きさが記録されている。ながら、小かきつけを訴え、笹草さる上皇、佐野家文書水戸街道隣の宿日本橋千住塾、総加宿、 日本橋千住塾新宿日本橋千住塾ト利塾ありがとうございます。